dich haben wir denn? はい、皆さんおはようございます。今日はね、空がとても綺麗です。さっき走っててね、自転車に乗った若い男の子とすれ違ったんですけど、まあ、イヤホン入れてスマホ見ながら自転車運転ですね。ぶつかりそうになったんですよね。で、まあそういう光景はよく見るんですけど、そこでいつも思ってることがあります。1分1秒を惜しんでスマホを見る意味あの電車に乗るとね、私は目の前の人が何人マスクをして何人、スマホを持ってるか数えちゃうんですけど スマホを1分我慢できるかできないかの差は大きいと思ってるんですよ。っていうのはね、例えばピアノを弾くとか、その集中、深い集中に入るときに、外部の情報が頭の表面にある状態だと入れないんですね。瞑想するとわかるんですけど、集中に入るまでに、まあ、大体30分ぐらいはかかるんですよ。その表面的な思考から自分の内側の深いところに入るには。で、この今の世の中のね、状況を見ていて、スマホでね、動画とか見るっていうのは、まあ、これも見ていただいてる方もたくさんいるからあれなんですけど、すごく表面だけを使ってる状態、脳ので、それはある意味楽なんですね。なんかその自分で能動的なことをしなくていいので、で、まあ、それがとても楽で楽しいからっていうことで、その、まあ、みんながスマホを持っていて、で、そこにはそのメタバースっていうかね、誰かが作った世界があるわけです。で、それを見せられてるって、またはゲームをするっていうのは、やっぱりそれは誰かが作った世界観を、疑問もなくその中でなんていうのかな、ゲームをする。で、それはあの大いなる創造主が作った空とかと違うんですね。いろんな妬みや欲のある人間が作っている世界なので、一つの方向性があるわけです。で、そこのね、メタバースに何も疑問を感じないで、あの脳の表面だけで入ってくって、私すごい危険だと思うんですよ。で、自分とつながれなくなるから。で、人の思考がね、そのいつも雲のように自分の頭の中にかぶさってる状態だと、例えば実際スマホばかり見てると空の美しさには気がつかないしね、お花の美しさとか四季の移り変わりっていうのも、なんならそのスマホの中で見たりしてね、空の美しさとか、あとはその自分自身の感覚、微細な感覚器官にフォーカスするっていうことも、まあ、なかなかできないと。そうするとね、人間の能力の一部分とか、ほとんど使えてない状態になると思うんですね。人間の脳みそだって筋力だと思うので、足と同じで、しばらく例えば入院して歩かないと歩けなくなるじゃないですか。それからなんて言うんだろう、一度でもその深い感覚とつながったことがあれば、またそこへ行くことはできると思うんだけど、一度もそれがない状態のままっていうのは、なんだかね、生まれてきてもったいないかなっていう、おはようございます気がしちゃうんですよね。よし、渡りましょう。それで、まあ、裸足で歩くとか走るっていうのは、なんかね、その自分の深い感覚とつながることでもあるし、空の美しさに、それから四季の移り変わりや空気感、温度感、いろんな微細な感覚に自分を置く、あのその感覚を感じるってことでもあります。これね、スマホを見てるとかね、耳に何か入れて何かの感覚を遮断してる状態だと、全身でそこに浸りきるってことしてないんですよ。例えばチョコレートを食べたまま、チョコレートって結構その
なんていうのかな、濃い感覚だからチョコレートを食べたままお風呂に入ってみると分かるんですね。チョコレートの味もお風呂に入った途端に、よく分からなくなるし、お風呂に入っているというその皮膚の感覚もチョコレートを食べているがゆえにちょっと薄いんですね。だからどちらもが相殺し合ってるような状態で、それはそれでいいんですけど、ながらなんとかとかね。でもたまにはですよ、自分の感覚を感じるっていうのはメタバースじゃなくてユニバースと一つになるということでもあるので、皆さん今日から5分間スマホ見たいと思った時に待てができるかどうか、まず5分もできない人は1分からやってみるといいのではないでしょうか。幼児にピアノを教えててね、その集中ができない、1分も待てない、1分も自分を抑えることができない子って増えてるんですよね。やっぱり小さい頃からね、あの反応だけに頼る、自分で考えない反応だけに頼るゲームとかね、スマホを持たせるのは私は良くないと思います。やるなら制限して、やらせるなら制限をする。まあ、あの、なんていう、やり放題にするっていうのは別にいいんですよ。それは楽だから、子供がおとなしくスマホを持ってればできるから。でもね、それはね、あの、人間の感覚を掘り下げることではなくて、資本主義の言いなりになるとか奴隷になるということでもあると私は思っています。ということで走りましょう。今日はね、なんかいろんなランナーの方とすれ違ってます。そこでね、なんか大声でメタバースなの力説している裸足の変な人です。じゃあ行こう、行きますよ。うつ病が増えてるっていうのもね、その深いところに入れない、自分とつながれないということと関係があると思うんですね。でそれは他人の評価だったりっていうのも、あの深いところじゃなくて浅いところの、なんだろうな、雲なんですね。今ね、ワンちゃんの散歩でもスマホ見ながらしてる人いますけど、それぐらいスマホ置いてよ、置いてくればと思います。で、私はゴールデン飼ってる時に、あのゴールデンがね、スマホ見ると怒るので、あの置いて散歩に行ってました。今日本当にね、雲が綺麗なんですよ。で、なんかいつも思うのが、みんな夢があるなら叶える方向に進んでほしいっていうことなんですよね。あの世間の評価とかね、まあ、もちろんその長期的な経済の目標も大事かもしれないけど、でもね、残された時間はそんなにないっていうことに気づいてほしいかな。それは人に言うだけではなく、いつも自分にも言ってるんだけど、そんなにないんですね。やろうと思っても、例えばその疫病が流行ったりとかね、でまあ、戦争は起こってほしくないけど、そのいろんなことでやろうと思ってたことが中断されるっていうのはあり得るし、アクシデントもあるし、それから私はもう10年以上前に親いませんけど、身近な人が亡くなるっていう時もね、やっぱりすごくストレスなので、しばらくは何もできなかったりするんですよね。でそういうアクシデントは必ずあるので、あのやりたいことがあるならそんなに時間ないよって思います。で自分はそうしてきてよかったと思うので言ってます。行こっか。真面目に走ろうと思った瞬間にアホサギ発見。あ、行っちゃった。鳥を見るっていうのもなんかね、癒しなんですよね。なんだろう、そのユニバース的な感覚、これはやっぱりあの画面越しでは得られない充実感。本当に空が綺麗。行こう。もう大きなね、どんぐりが落ちてますね。どんぐりさん、踏むと痛いんだけどね、見るのは可愛い。どんぐりの
殻も落ちています。いっぱい落ちてる大きいのが。そう、あの電車でスマホを見るときとかね、まあ家で座って見るときって首を下に向けてるじゃないですか。私はその姿勢がね、アメリカのなんだっけな、ごめんなさい忘れたんだけど、あの人の気持ちは姿勢で変わるっていうのがあって、姿勢によって気持ちが変わるってことは、こうスマホを下にあるスマホを見るために背中と首を曲げてる状態って体的にはしょんぼりした状態ですよね。自分には力がないって。それはね、小さいことだけれども、あの習慣にすると良くないと思ってるんですよ。私はね、私はですよ、あくまでも。だからその状態を長く続けないことで、家で見たいときは腹ばいになってスマホが、目の前より上に、首より上に行くようにして腹ばいになってみるとかね、あのやってます。細かいことだけど積み重ねだし、人間のなんだろう、気持ちっていうのは癖だったりするので、意識しないともう癖の中にいると分からなくなっちゃう。で気がついたら鬱になってたとかね、そういうこともあると思うので考えてるんですよ、いつも。そうやって、フリーでいるためにはどうしたらいいか、心がですよ、あのもちろんね、資本主義経済、貨幣経済の中にどっぷり使って、あの先進国で生きているわけですけど、あの奴隷にならないようにね、貨幣とか資本経済の中にいるけど心の底まで奴隷にならないように、なんかねちょっと気をつけてるんですよ。なんかその危うさを感じるから。というのはやっぱりそのメンタルのね、ケアの仕事をしていたりとか、幼児教育に携わっていたりとか、その個人のね話を聞くことが多いからなんですよね。でみんななんだろうな、自分と仲良くしてほしいですよ。自分と仲良くできない人は人に対しても攻撃的になってしまうので、または非逆的になるっていうかね、なんかみんな平和で、なんだろうな、ピースが望みです。なんかダサいかもだけど、あ、ではお家に着きましたので、またね、バイバーイ。